まあ、いよいよ上川大臣の出番がやってきたわけであります。大臣の答弁に、まあ、多くの人が固唾を飲んでると思います。後ろの彼さ、こういう一番重要な時にね、あなたが日本の国の方針決定するわけじゃないんだから。先般行った韓国の国会議員団の竹島上陸についてお伺いいたします。竹島に上陸した韓国の国会議員の行為は不法入国、不法上陸であると考えるが、法務省、政府の見解をお伺いします。出入国管理及び難民認定法では、外国人が有効な旅券を所持しないまま、あるいは上陸の許可を受けずに上陸する目的で本邦に入国した場合は不法入国となり、また入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した場合には不法上陸となりまして、いずれにあっても退去強制自由及び罰則に該当することとなります。その上で一般論となりますが、我が国固有の領土である竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状況にありまして、出入国及び難民認定法における上陸に関する諸々の手続きに関する規定を適用することはできない地域でございます。具体的には上陸の申請を行って入国審査官から上陸の許可を受けるということを前提に、そうした手続きを踏まなかった行為自体を退去強制手続きあるいは罰則適用の対象とするものでありますところ、竹島に関しては施政を行い得ない状態にあることに照らせば、不法入国や不法上陸などに関わる現行入管法の規定を適用する前提を欠くといいますか、現在はその状況に至ってないものと考えております。まあ、完全にもしその今の政府参考人さんの意見が、まあ、正しいというか、そうだとするならば、法律の網の目が存在しているということになろうかと思っております。ただ私はですね、これ入管法の第9章70条の1項の2号ですか、入国審査官から上陸の許可等を受けていないで本邦に上陸したものは罰金の対象なんですよね。今言った通り3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万以下の罰金等々書いてある。だからそこに入国管理を管轄する部署がないということであるからできませんというのは、それはそういう議論もあるかもしれないが、70条の2号で罰則の2号には入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸したもの、今回の韓国の国会議員団は入国審査官から許可を受けたんですか。確認です。先ほど申し上げた通り、承知はしておりというところでございませんし、私どもが関与することはございませんでした。つまり入国許可なんか与えていないんですよ。そうすると第2号の入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に入国したものが今回の韓国の国会議員であります。で、70条の1号2号を見ると、これは従って3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万以下の罰金に処することができるんじゃないですか。確認です。この外国人の出入国管理に関する法執行という実務的な視点から、それから先ほど申し述べましたけれども、竹島では日本の主権が及ぶ領土でありながら管轄権の一部を事実上行使することはできていないということでございまして、先ほど申し上げたとおり、出入国管理及び難民認定法を適用することはできない地域にあることに照らしますと、この出入国在留管理庁といたしましては、この出入国管理及び難民認定法上の罰則について規定する入管法を適用する前提には至っていないということでございます。要するにですね、ダメなんですよ、そんなこと言っちゃ。これ罰則の1項2号にはこの1項2号を解釈すればできるんですよ。被疑者が日本にいなくても、これを裁判にかけるのかどうかわからないけど、300万以下の罰金、懲役、禁錮、この条文からいけばできるんですよ。別に拡大解釈でも何でもない。ぜひ検討していただきたい。
検討していただきたい。でちょっとね、入管にもう一つ聞きたいんだけども、今回韓国の国会議員団で竹島に上陸した人たちは別の機会に日本に入国したいという時は入国はできるんですか？普通の韓国の国民として確認です。入管法7条に入国のための上陸のための条件というのがございまして、旅券詐称が有効であること、入国目的に照らし在留資格該当性があること、それからいわゆるブラックリストといいますか、上陸拒否事由に該当していないことということでございまして、ちょっと個々に見る必要はあると思いますけれども、今申し上げた上陸のための条件に適合していると、ということであれば上陸化することができますし、いずれか一つのしていない場合には上陸ができない場合もあるということでございます。今ブラックリストに載っていたらこれはダメですよという話でした。竹島上陸をした韓国の国会議員はブラックリストに載るんですか？これは私ども一存でできるものではございませんで、政府全体でおそらく議論等々されるということになろうかと思います。まあ、いよいよ上川大臣の出番がやってきたわけであります。大臣の答弁に多くの人が固唾を飲んでいると思います。確認します。韓国の国会議員で竹島に上陸をした人は普通に日本に入国をブラックリストに載っていて入れないと私は思いたいわけでありますが、大臣のご所見、大臣の出番ですから言ってください。大臣だよ。林大臣官房参事官答え申し上げます。ブラックリストに載せる載せない個別の案件につきましてはお答えを差し控えさせていただきます。これ個別の案件と言われたらね、国民怒りますよ。竹島は日本の主権があって、主権侵害っていうのはものすごい重篤な侵害ですよね。その侵害をした韓国の国会議員が日本にですね、おちょっと俺銀座でステーキ食いたいから日本行きますわと、どうぞどうぞってなるんですか？大臣の一人の日本国の国会を代表するというか行政を代表する外務大臣として大臣の保証権をお伺いしたい。大臣です。後ろから出てこなくていいよ。大臣の個人的な思いを言わなきゃいかんでしょう。大臣答えて。大臣、竹島問題についてでありますが、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であります。このような不法占拠に基づきまして韓国が竹島に対して行ういかなる措置または行為も法的な正当性を有するものではないということであります。いずれにいたしましても引き続き日本の領土領海領空を断固として守り抜くと、こうした決意のもと毅然と対応していく考えでありまして、何ができるかさらなる検討を進めてまいりたいと考えております。後ろの彼さ、こういう一番重要な時にね、あなたが日本の国の方針決定するわけじゃないんだから、大臣の今までの知見と今までの認識と教授の中で答えてほしいんですよ。だって我々の入管はですね、我々の範疇ではないと、政府全体でって言ったら上川大臣の出番じゃないですか。最後にこれから検討するということですから、大臣、竹島のこの国会議員団の日本に対する再上陸どういうふうにするか検討するんですね。大臣答えてください。大臣答えてください。この今の竹島にかかる問題につきまして一連のご質問をいただきました。この件につきましては、いずれにいたしましても日本の領土領海領空をに関することでございますので、これは断固として守り抜くと、こうした決意のもと、毅然と対応していく考えであるということを改めて申し上げたいというふうに思います。で、何ができるのかということにつきましては、さらなる検討を進めてまいりたいと考えております。さらなる検討を加えて何ができるか考える。期待してます。期待してます。で、私はですね、これ入管もですね、この70条の1項2項を使えばできるんですよ。被疑者不詳でこの韓国の国会議員に対して日本に対してはブラックリストであなた方上陸できませんよと言えるんですよ。それぐらいやらなかったら
なんだかもう全然試験も何もあったもんに断固として守り抜くっていう言葉がですね、言葉だけ踊っているんじゃどうしようもないと私は思いますよ。大臣、大臣も内心は一人の日本の矜持を持つ、強烈な自負を持つ外務大臣として、日本人としてじぐじたる思いがあって、ここまで本音出たがっているの分かりますよ。私見てて本音ここまで出たがってる。松原さんの質問に対して本音で答えたらスパッといける。でも多くの外務省の職員が後ろから羽交い締めにしてるから発言ができないと、こういうことでしょ。まあなんとなくうなずいているような気がしますから、そういうことだと思いますよ。違う？いやそうでしょ、まあ、そういうことにしておきますわ今回。ただね、そういうふうにしなかったら、そういうふうにしなかったら今回の外務大臣の発言は日本の国の外務大臣として不十分ですよ。もう一回じゃあ答えてください、外務大臣。竹島問題につきましては、先ほど来申し上げているとおりでございます。日本の領土、領海、領空を守り抜くと、こういった決意のもとで、今、私も外務大臣としての務めを果たそうと、全力を傾注しているところでございます。毅然と対応していくということでございまして、その意味でも何ができるか、さらなる検討を進めていくことごとを申し上げているところでございます。これ、法の網の目がですね、入管の方がおっしゃるとおり、あるとするならば、竹島新法のようなものをね、本気で日本の領土を毅然として守るというならば、検討してもいいんじゃないかと思うんですよ。アメリカはワンビア新法っていうのを、ワンビアさんのこの賠償金を取り返すために2つ作りました。新しい法体系を作って、竹島のこの問題に関してきちっとですね、対応できるようにするべきだと思います。大臣のご助言をお伺いします。今のまあそういったものも含めて検討するという趣旨だと思いますが、もう一回答えてください。先ほど来申し上げているところでございますが、竹島問題につきましては、さまざまなご議論をいただいたとおりでございますが、日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意のもとにおきまして、毅然と対応していく考えであります、何ができるか、さらなる検討を進めてまいりたいと考えております。ですね、本来であれば、これ、今日は警察呼んでませんが、警察の方にも来ていただいて、指名手配というところまで持っていくぐらいのことをしなかったら、私は、その断固として国土を守り抜くということにつながらないと思っております。で、竹島に関しては、前回ですね、当時の民主党政権下で日本大使の召喚をロシアに対しても韓国に対しても行いました。召喚は考えていないと、民主党政権の時にやった召喚を今の岸田内閣、上川大臣は考えていないと、こういう答弁でしたが、それでよろしいですか。確認です。繰り返しで恐縮でございますが、何ができるか、さらなる検討を進めてまいりたいと考えております。一歩前進ですね。2日前はこれ召喚しないって言いましてね、召喚すると考えていないと、私の記憶が間違いなければそう言ったけど、今回は召喚の可能性もあるというふうな発言という認識で、よろしいですかって言うと答えないだろうから、よろしいですな。答えます。はい、どうぞ。この竹島問題につきましては、先ほど来申し上げているとおりでございまして、日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くと、こうした決意のもとにおきまして、毅然と対応していく考えで、今答弁申し上げているところであります。何ができるか、さらなる検討を進めてまいりたいと考えております。